どうもこんにちは、今回はですねヒルストーンさんから薪ストーブをご提供いただきました。こちらなんですけども、早速ちょっとね見ていってみたいなと思います。こちらの特徴としてはですね、薪バッグなんですが収納バッグが付属してます。収納バッグが付属してまして、このね中にすべて煙突のパーツが入るようになってます。ちなみにですね、薪ストーブはこのようにですね手袋も入ってます。手袋ね別に用意してるんですけども、薪ストーブ買えばねすぐ使えるようになるというこのあたりは嬉しいところじゃないかなと思います。まず最初にですね煙突を組み立てろとありますので、煙突から組み立てていってみましょうか。組み立てをするにあたってですね、ドライバー、これドライバーでネジを外して組み立てないといけないんですが、ドライバーこのように付属してました。なのでちょっとこれでやっていきましょうか。付属のドライバーでネジを外していきます。で、こちらですね、こちらのパーツを取り付けます。でこちらにですね煙突を取り付けていきます。でテントに取り付けるときなんですが、これはですねヒルストーンのテントです。ヒルストーンの、ワンポールテントなんですが、こちらであればですね元から、こういった煙突穴が開いてますので、ここに通すことができます。こんな感じでですね煙突が通ります。じゃあ今度はですね外で煙突を取り付けます。今度はですねここにカラビナ付属でついてますので、これをねくっつけていきます。であとはですねもうこれをペグダウンしていくという感じです。よし、で今度は扉を取り付けます。で扉の取り付けが終わったらですね、今度は、2箇所ほどあるんですけど、つまみですね、つまみの取り付けを行います。この辺も全部ばらせるっていうのはね結構コンパクトになるから嬉しいんじゃないでしょうか。じゃあそれではですね、薪ストーブに初めてですね火を入れていこうと思います。いろいろやり方あると思うんですが、着火剤を使ってですね、簡単に火をつけていこうと思うんですが、あんまり入れすぎてもいけんだろうしね。これ絶対触っちゃダメなやつね。触ったらめちゃめちゃ熱いって。煙が出るから向こうに。どうかな、できるかな、燃えるかな。あれ開けとった方がいいかな、ちょっとだけ開けとこうか。これぐらい開けとったら大丈夫よ。ここがね空気穴です。ここで空気を調整するんで、今ちょっととりあえず全開にしておきましょう。最初は全開で。もう一個やる、もうちょっと入れようか。もう一個マッチある。いや、マッチは大丈夫かな。
消火器、あ、そうだ、そこにあったんだよ。え、これ？うん、後でやろうね。消火器なん。そう。え、小さいのに？うん、でも消火器がないと、うん、火事になったらね、もう火が消せんでしょう。うん。だから今回は消火器を用意しとくよ。え、でも剥いちゃうよ。ん？剥いちゃうよ。剥いちゃう前にこれをスプレーするね。そうそうそう。これね、見よったらね、面白いのがね、今、うん、分かる？燃え始めたの、うん、空気が入ってる煙燃え始めたんよ、うん、で、空気が入るところを閉めたような状態で、例えばこれ入れるじゃん、うん、よいしょ、入れて、こっちも入れて、うん、これ閉めます、うん、火は落ち着いてるよね、ある程度、うん、空気を入れる感じ？空気を入れるんよ。そうすると、うん、わあ、すぐパーってなったね。ねえ、一気に来る。へー、なんで一気に調節する感じなんじゃ。そうそう、で、なんて言うんだろう、これ空気をバッて入れると、うん、勢いよく燃えるんだけど、空気を閉めると、なんて言うのかな、このゆらゆら燃える感じでね、変わるんだな、これが。じゃあマックスにして、父ちゃん。マックス調節できるんだね。そうそう、父ちゃんお願いやってマックスしてね。見て、これが空気を締めてる時、うん、いきますよ、うん、全開いくよ、うん、これ一気に燃えるよね、うん、でもこれやると、うん、多分薪が燃えるのがめっちゃ早いけ、 あんまり良くない、まあ良くないことはないけど、うん、ちょろちょろ燃やすのがやっぱ一番いいんじゃないかな。煙出とるんかな。え、19度じゃん。外は出る。あ、見たいんかいね。うん、見たい。ああ、よし、一緒に行こう。ちょっと待って、これもう見た。やっけ、ちょっと、ちょっと、そうだ、いなくなると。ちなみにこちらの薪ストーブは天板の一部を取り外すことができるので直火での調理も可能になってます。片付ける時なんですが、まずロープを緩めてからカラビナを外していきます。その後ですね、煙突の先端を取り外して、それから順に煙突をばらしていきます。さすがに一晩使ってましたので、煙突の先端、それから煙突の内部ですね、すすが大量にこびりついてました。これもしかしたらね、うん、この煙突のところにダメージがあるのかなと思ったけど、あ、ない、全然ないね、黒くもなってない、まあ、ちょっとすすがあったかなっていうぐらい、一、ね、回で黒になるかなと思ったけど、ね、この薪ストーブのいいところなんですが、片付けですね。片付けがすごく簡単になってます。まず中の灰をですね、ひかき棒で受け皿の方に落としていきます。受け皿はそのまま外せる作りになっていますので、そのまま灰をゴミ袋に入れたりとか、灰捨て場に捨てたりなど、処理がね、とても簡単な作りになっています。こういった処理もですね、毎回やるということを考えると、こういった作りなのはかなり嬉しいんじゃないかなと思います。
ということで今回はヒルストーンの薪ストーブをご紹介しました。まあ、大体30センチぐらいの薪であればですね、長さを変えずにそのまま入れることができるので、値段から言ってもですね、かなりお買い得な薪ストーブになってるんじゃないかなと思います。重さも10キロ未満なので、あまり重さを気にせずに持ち運ぶことができました。こちらのヒルストーンの薪ストーブ、概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひ見てみてください。それでは